他にはいらっしゃいますか。私と南さんに好きな歌、映画はありますかって。ああ、そうですね。好きな歌、映画。好きな歌、映画。ありすぎて。歌とかは誰を目指してとかあるんですか、アーティストさん。アーティストさん、そうですね。でも、結構彩香さんとかジュジュさんとかで、結構バラードが多くて、普段歌ってます。ああ、なるほど。ちょっとワンフレーズ。はい。今日だったら3回目だよね。いやー、結構無茶振りです。結構なビール怒りますあ、俺歌おうか。ちょっと歌おうか。ぜひ。ビールはいいな。この後のビール絶対美味しいです。そうですね。今日は絶対美味しい。絆っていう歌がね、そうです、オリジナルで、そうオリジナルでやってて、僕2回聴いてます。そうですか、いい歌ですよね。はい、ちょっとね、ふるさとのテーマの曲なので、そうちょっと泣かせにかかろうみたいな曲なので。まだ歌えない。俺は歌わないけど、あ、そういう時だけ嫌な顔する。すっげー嫌な顔する。このトリート詰めんぞ、ね、絶対ここ沈めんぞ。そろそろね、俺みなみちゃんに殺されるんだと思います。殺されるんだと思います。え、歌いたくないの？歌いたい。歌い、今ですか？怖っ。今見てみました。今眉間にギュッてしわが寄りました。今ですかみたいな。今怖い怖い。今ね。いや、でもコメントで来てるんですよね。え、まあ、違う、好きな歌ありますか？歌ってあげたら、その後来てます。今お話をしていて、知ってあげた来てますけど。誰ですか、そんなコメント言ったの。誰ですか。面白い。性格悪いですよね。僕ね、意外と S なんです。誰かが追い詰められてるの見ると大好きなんですよね、僕。じゃあ歌いましょうか。すいません、めちゃくちゃ。すいません、もう監督に言うからこんなに無理です。いや、こちらからビールが出るって。これは大きいですよね。他には何か聞きますか。眉間にシワが寄ったらガチで怒ってます。この間、翔平にマジで切れてたよね。いや、ちょっとそういう扱いはいかなるものかと。そうね、そうね。あれはかわいそうだったもん、俺後ろから。あれはちょっとね、あのね、女の人となんかそういうなんかネタみたいな感じで、なんか夫婦みたいな感じでやってた、翔平君がね。それはショートコントってこと？ショートコントじゃないけど、なんかそういう雰囲気で女の子でやってたんですよ。そのね、あの、綺麗な方がいらっしゃってて、それやってて、で、その女の子が、翔平君どうですかっていうのを、なんか多分コメントとかできて聞いたんですよ。そしたら、翔平君はいつっていう、遠慮しておきますって言われたから、じゃあ、みなみでいいやって言ったんですよ。そう。それで、もう、はってなって、めっちゃ怖かった人から、俺後ろから大丈夫かみたいになったから、それ心配な話かもしれない。あ、そうね。それはね。そうね。それはそうかもしれないけどね。だって、ちょっと距離取る人なんか、そんなガチ切れできない。あ、距離取る人なの？え？距離取る人なの？え、だって、当たり障りなくて。ああ、そうね。うん、そこそこ。苦手な人。それこそね、俺より、ほら、翔平君と多分付き合いが長いのかな。てか、クルーズではね。クルーズの最初の頃って、てか、ひろこさんが来た頃って、翔平君どんな感じだったんですか？翔平さんは、お笑い芸人さんかっていうぐらい面白かった。芸人なのかなって最初思ったぐらい、本当になんか、キレがいいんですかね、頭の。あイベントがズバズバすごい面白くって。確かにね。いや、じゃあなんかもう、皆さんが面白くないって。皆さんも面白いって。いや、違う違う、それもあるし、普段俺、ほら、前さ、俺二人でやってたことあるじゃん。それをこう出された時に処理するの俺の仕事だったから、結構大変なんだぜって思ったぐらいから。そう。それが面白さでもあったし。そうね。うん、あれなんだよ。ちゃんと過去の人みたいに言ってるけど、まだ来るからね。全然来るからね。はい。で、私より翔平さんとやりたいって言ってます。いやいや、そんなこと言ってない、そんなこと言ってない。皆さん、ひどくないですか？終わった後にいつも言うんですよ、翔平さんと。寂しいから、翔平さん。違うんですよ。ひどくないですか？私、頑張ってやってるのに。違うの？ビール持ってきてほしいよ。あんた俺飲んでるから。違う、誤解のないように言って。
言っときますよ。翔平くんがいるときは翔平くんがいるからいろいろやってくれるから嬉しい、あの楽しいよねっていうのを言ってたみなみちゃんがこういう風に言ってくるんですけど、違うんですよ。翔平くんがいないときにみなみちゃんがいてくれるとものすごい助かるんですよ僕だから大事だってことでしょ。違う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 、聞きましたみなみさん、聞きました。ちょっとよろしくないですか。本当にちょみなみのみなみさんの本当ね、お客さんの方ちょっと謝ってください。ごめんなさい本当に申し訳ございませんはい、ということでですね、そうそうですね、もうね、もうみんなそういう風に攻めるから、もうなんか泣きそうになってきたから、もうそろそろ次のコーナーに行きます。はい、はい、ということでですね、これからここからはですね、そろそろ終わりの時間近寄ってきましたので、告知コーナーの方していこうと思います。告知コーナー。ということでですね、告知コーナーに参ろうと思います。じゃあ、ひろかさんから。こんばんは、一色ひろかです。ツイッターやっております。ひろか下の方、一色で検索よろしくお願いします。あとショールーム、毎日配信しております。毎日タレントでやっておりますので、ひろかアットホームという、お部屋の名前で検索もよろしくお願いします。あとは告知です。7月の15日、お台場、インお台場の海のともし火祭りというところで、浴衣を着てファッションショーに参加します。よかったら入場無料、観覧無料なので、よかったら会いに来てください。あと7月の23日 ZEP 東京のファッションショーにも出させていただきます。こちらはねチケットがいるんですけど、よかったらファッションショー歩きますので見に来てください。はい、詳しくは Twitter で告知しますので、ひろか下のぼ意識よろしくお願いします。よっ、よろしくお願いします。今聞いてたけど、怪我したとこ大丈夫？大丈夫です、大丈夫です。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、うちも。私、行きましょう。皆さん。それ何なんだよ、藤本です。京都で避難区域に入ってるお母さん、大丈夫ですか？大雨の中。僕は心配です。今年36になります、劇団トットと探検組合というところで芝居やってます。まだまだ先なんですけどね、次回公演10月に、池袋シアターグリーンのボックスインボックスに、やる予定でございますので、もしよかったら皆さんどうぞどうぞよろしくどうぞということで、ツイッターはフジモン0817です、僕の誕生日です。0817、8月17日、はい、お待ちしています。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。じゃあ、みなみちゃん。はい。Twitter と Instagram は同じアカウント名でやってます。で、ショールームちょっと書いてないんですけど、南の島へようこそというルーム名で、毎日配信しておりますので、ぜひぜひルームフォローよろしくお願いします。そして、一番近いライブは来週の、14日ですね、池袋の、ZYX というところで、ラジオの公開収録とライブと、あと、オフ会で、お好み焼きを焼くという、ね、イベントがありますので、ぜひぜひお時間ございましたらよろしくお願いします。よろしくお願いします。お好み焼き焼くの？お好み焼き焼きます。私ちょっと得意ですよ、たこ焼き。あ、そうなの。へぇ、大阪に住んでたので。ああ、そうかね、来たね。ちょっと得意ですよ。ってことで、僕行きまーす。はい、まず、ツイッターですね、やってます。たけひろアンダーバー森田っていうことでですね、こちらの、ここでやってますので、もしよろしければですね、フォローいただければと思います。でですね、まあ、何回も言うようですけども、すごい重要なことなんですけど、以上ですね、皆さんの協力でですね、東監督からお話をいただきまして、映画の方に出させていただくことになりましたのでですね、皆様のご協力を、仰いで、皆さんの力でできるものなので、どうかよろしければ協力の方していただければと思います。でね、協力していただいた方にはですね、例えばですね、試写会のね、招待チケットとかそういったものっていうのもついてきますので、はい、もし僕に会いに行きたいとかそういった方いらっしゃいましたらですね、ぜひぜひご協力していただければと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。お願いします。はい、お願いします。今回はクラウドファンディングってでも皆さん知ってんのかな。あー、最近は結構メジャーにはなってきてますもんね。はい、どんなもんだろうっていうところで、そうですね、まあ、ちょっとね、いっぱいご紹介いただいたんですけど、はい、要は、前売りチケットを
先行で買っていただいて、そのチケット代で制作をするっていう考え方なんです。はい、要は映画ができました、皆さんにチケットを買っていただくんではなくて、そのチケットを買っていただいたお金を先に、それを制作費として、皆さんに、チケットとしてご招待&DVD を差し上げますという、そうですね、はい、要は先行して買っていただくということの考え方なんです。そうですね、なので、はい、あの出来上がってから、なんかチケットを買うんです。もう先にできる前に手付けをしていただいて、はい、DVD とシャーを見ていただくという。そうですね、はいはい、そしてまあ舞台挨拶でちょっと和気あいあい喋っていただき、チェキでもやっていただき、やっていただこうかという、それをまあ先行投資していただくという形なので、そうですね、はい、今クラウドファンディングのページの方に、載せてるんですけども、はい、まず DVD の発売を予定していて、はい、もう単純な話で言うと、300名の方にDVD を買っていただきたいし、ね、はい、8月末ぐらいの予定で、はい、試写会をやるので、はい、上映会です、ね、上映会4部やるので、はい、その4部に70名ずつ、ぜひ来てくださいということで、はい、280名の方がお越しいただけるとすごくいいなと思っている、はい、うん、で、本当にもう、クラウドファンディングのページを見ていただくと分かるんですけども、もう金額いっちゃっていいですよね、はい、150万円という金額を今募集しています。で、DVD にしろ、その上映会にしろ、来ていただいたり、その DVD をお手にしていただくのに、5000円ぐらいの前金というか、作ったらお送りしますので、それを、ぜひ申し込んでくださいというのが、そうですね、今回のクラウドファンディング、はい、で、はい、ある程度の数字がいかないと、どうしても森田君が、スクリーンに出なくなってしまうという、はい、僕の身体が本当に、ね、俺の勝ち勝ちな意味が分かったでしょ僕の身体が本当にかかっているので、はい、皆さんのご協力本当にお願いしますということしかないので、はい、ね、クルーズ TV 見てる方にはぜひ試写会にも来てほしいし、そうですね、はい、私も行きますし、はい、皆さんでこう楽しめるような映画になればいいなと思ってますので、はいはい、ぜひぜひご協力ください、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということでそろそろね、終わりのお時間になりました。はい、次回はですね、木曜日、12日のですね、同じ時間ですね、7時から8時半のお時間でやってます。で、ヤフーショッピングの方もですね、7時半から8時の間でやってますのでですね、次回はですね、また楽しんでいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、で、ゴールデンタイムでね、毎回言ってるんですけど、ゴールデンタイムでね、いろんな面白い番組やってると思いますけど、この番組も面白いと思いますので、どうぞですね、ご観覧もしくはご視聴いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、また木曜日に会いましょう。じゃあ、バイバーイ。ありがとうございます。